エルンスト・カシミール、または、エルンスト・カジミールは、ナッサウディーツ博、フリースラント州、フロー人間州、ドレンテ州の総督。ナッサウディレンブルク博ン6世と、その最初の妻で、ロイヒテンベルク伯博ゲオルク3世の娘である、エリーザベトの間のもなんとして生まれた。1607年3月30日、父の領地を兄弟と分割相続し、ナッサウディーツ博を名乗った。 1620年、長兄のディレンブルク博ウィレム・ローデ・ウェイクが亡くなると、フリースラント修装特色を引き継いだ。その5年後の1625年には、フロー人間とドレンテの修装特をも兼ね、1632年に亡くなるまで務めた。エルンスト・カシミールは80年戦争の司令官の一人として、1627年のフロンド包囲戦や1629年の スヘル島ヘンボス包囲戦に参加した。また、周総督として1628年にニューエス・ハンスシタの要塞を建設した。1632年、ルールモントでの戦闘中、残豪を視察していた際に流れ玉に当たって亡くなった。1607年、ブラウンシュバイク・ボルフェン・ビュッテルコ・ハインリッヒ・ユリウスの娘、ゾフィー・ヘイトビヒと結婚した。間に生まれた子供のうち、 成人したのは息子二人だけだった。ありがとうございます。